漆喰のカーペットが憧れるやん。あ、はいはい、うん、だいたいどれぐらい、いくら値段。漆喰はね、はい、これがや、この種類がええでとか、そんなん教えて。漆喰の壁のるんやったら、僕らあの、お城壁っていう、うん、お城壁、はい、お城の城、うん、あのお城とかに塗ってる壁あるよ、うんうんうん、ああいうやつの漆喰壁。へえ。それで、平米いくら。平米にしたら、壺でだいたい1万ぐらい見てるんですよ、下地。壺で1万で、下地から何からやってくれんの。あ、もう全部入れて、うん、壺1万ぐらいですね。あ、そうやけどね、あのポルトガルみたいに黄緑とか青緑にしたいんやけど、そんなんは。あ、それになってくると、うん、あの取り寄せの量、うん、僕らもあんましそっちの方面やらんの。うん、どう、どんなもんですかね。それも、それはちょっとあの材料の例によってたんですけど。ただ、白だったら1万円やな。そうですね、ほんまの日本風の、うん、うん、わかりました、はい、日本風、外壁の話やな。外でもそうやし、中外も中も同じことか。そうですね、外しかその、もし、壁の状態悪いときとか、うん、まあまあ、でも大体一緒。